世界のジャパンチャンネルへようこそ。世界にはいろんな言葉がありますが、日本語でしか表現できない独特な言葉があります。日本らしさがあふれるそれらの日本語を早速ご紹介します。1、わびさび。海外の言葉に訳せない日本語の代表格がこのわびさびです。質素で簡単な美しさといった意味です。抽象的で日本人でも感覚でしかつかめない言葉でありますが、多くの日本人がわびさびの美しさを感じることができるのではないでしょうか。2、もったいない。実はもったいないという言葉も海外の言葉では表現できない単語の一つです。海外ではそのままもったいないと表現されています。2004年にノーベル平和賞を受賞したケニア出身のワンガリ・マータイさんが、環境を守る世界共通語としてもったいないを広めることを提唱し、注目を浴びました。マータイさんは日本語のもったいないという言葉を知り、この言葉の意味に該当する別の言葉を多言語にも探しました。しかし 3R プラスリスペクトという精神の全てを網羅する言葉をもったいない以外には見つけることはできなかったのです。 3R とはリデュース、ゴミ削減、リユース、再利用、リサイクル、再資源のことを指し、最後のリスペクトはかけがえのない地球資源に対する尊敬の念を表しています。マータイさんはこれらの意味を全て包括するのがもったいないという言葉だと定義しました。こうして日本語が大切な精神として世界から注目を受けたことはとても誇らしいことだと思います。 3. 切ない。切ないは海外の言葉でほとんど表現できない単語です。強いて言うならポルトガル語のサウダージなどが意味合いとしては近いですが、胸が締め付けられるようなあのぐっと何とも言えない感じは切ないでしか表現しきれません。4、いただきます。私たちは一人で食事する場合にもいただきますと手を合わせますが、それに一致するような行為や言葉は世界広しといえども日本だけです。アメリカ映画などでは食事の前に神様へお祈りをするのを見かけますが、それも敬虔なクリスチャンの家だけのものです。普通の家は食べようと言って食べたり何も言わなかったりです。フランスではボナベティのように作った人が召し上がるということは多いようです。中国や台湾では家族だけの食事の場は食べるようと声をかける程度です。お客様を招いての食事の場合は主人が召し上がると声をかけ、招かれた方が遠慮なく食べますと答えて食べ始めるのが礼儀のようです。日本語のいただきますのように食材や作ってくれた人への感謝の言葉という意味合いはどの国にもありません。日常的にいただきますを使っている私たちにとってはその言葉が当たり前のように思えますが、外国人にとっては日本人の食事に対する向き合い方を含めて感動する言葉なのです。5、僕、私、俺などの一人称。日本語を初めて学ぶ外国人がまず驚くのは、日本語に自分のことを指す言葉である一人称の種類が多いことです。確かに私、私、僕、俺、わし、おら、おいら、あたし、うち、あたい、小生、我が輩、拙者など本当に様々で、外国人は戸惑うかと思います。英語なら、I もしくは me で済むのに、日本人は、なぜ、こんなにもたくさんの一人称を使うのでしょうか。その答えは逆説的ですが、日本語が一人称を普通使わない言語だからです。会話の中で私を繰り返すと、自己主張の強い人だなぁという印象を聞いている人に与えてしまいます。日本語で一人称を使うのは特別な時だけです。だからこそ数ある一人称の中から一つを選んで、そこに特殊な意味を込めるのです。日本語という言語で大切なことは何を言うかよりもどう言うかだと言われています。数ある一人称の中からどれを選ぶかでその人自身のキャラクターを示し、その場の空気に影響を与え、さらには社会の空気を生み出すのです。この一人称選びが日本語の難しいところであり、
また面白いところでもあるのです。6. 初心。最初に思い立った時の純粋な気持ちを表す初心です。アメリカアップル創業者のスティーブ・ジョブズ氏も、この言葉を、日本にある素晴らしい言葉、初心を持つことは素晴らしいことだと褒めたたえました。ビジネスの世界で、初心とは、顧客視点や素人目線になることです。キャリアを積んで、管理職やスペシャリストになるにつれ、初心というものを忘れがちになりますが、日本では、初心忘れるべからずといった言葉があります。この言葉を最初に使ったのは、室町初期の能楽師、世阿弥です。長い歴史の中で使われ続けている初心は、世界からすれば珍しくて素晴らしい言葉だったのです。7、おかげさまで。お元気ですか？ご家族の皆様お元気ですか？と尋ねられると、おかげさまで元気にしていますと返答します。きっと、多くの人が、謙虚な姿勢を表す言葉として、何気なく使う言葉の一つだと思います。その言葉には、日本人の心があるのです。現代のようなテクノロジーや文化などなかった時代、日本人は、自然の中で生き抜いてきました。天災や自然災害の多い日本では、度重なる苦難の結果、人は、自然に逆らうことはできないことを理解していました。それに伴い、古来、日本では、山川草木には、神や精霊が宿るとして、畏怖の念を持って崇拝してきました。これがいわゆる日本のアニミズムというものです。大いなる自然の力や恵みを前にし、平和な生活に感謝して生きてきたのです。おかげさまでという言葉には、自分自身を内省し、目に見えないものへの感謝をするという意味だけでなく、次の新たな一歩を踏み出す原動力も含まれています。日本語って本当に素晴らしいですね。このような独特の日本語に対して、世界中からコメントが寄せられましたのでご紹介します。改めて考えてみると、何か誰かをリスペクトする言葉が多いようですね。日本人らしくていい言葉ばかりです。これだけ、世界にない言葉を生み出した日本の先人を素直に尊敬したい。日本語の一人称は、読書の楽しみを広げてくれる。選ばれた一人称で、性別、年齢、社会的立場が変わるからね。僕の国には、お互い様っていう言葉もないよ。最近は、上下関係を勘違いして命令口調で話す人が多いみたいだけど、相手を思いやる良い言葉だと思います。日本語にうまく訳せない言語もあるよ。各文化にそれぞれ訳すのが困難な概念があるけど、メジャーな概念になってないってことは、普遍的な気持ちや気分や状態ではないってことなんだろうな。私の知り合いの日本人がお釜にくっついたお米を水で剥がして一粒残らず食べていました。もったいないからと。だから、極力食べ物を無駄にしないように気をつけています。使えるものを捨てるときには罪悪感を抱くようになりました。日本語から国際語になったものは他にもあるよ。改善とかもそうだよね。日本は災害も多いし、そういう意味でも、個人の力には限界があるから他者に感謝するのが当たり前なんだろうね。感謝は大事だと思う。日本語は仏教に通じてるよね。しかし、そんな素晴らしい言葉の意味や使い方を知らずに私物化して、立場や格差を生み出そうとする人が多い気がして残念だよ。コメントにもあったように、日本語には感謝や思いやりの言葉が多いことが分かりましたね。私も日本人ながら難しいと思うことは多々ありますが、一つ一つの言葉の意味をきちんと理解していくと、本当の込められた意味が分かり、もっと日本を好きになれるような気がしますね。動画をご覧の皆さんが、好きな日本語は何ですか？ぜひコメント欄で教えてくださいね。動画をご覧いただき、ありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方も、よろしくお願いします。またのお越しを、お待ちしております。